アレクサンダー・ウィリアム・ウィルキンソンは、オーストラリア・シドニー出身の同国代表サッカー、選手。シドニー FC 所属。ポジションは DF。幼少の頃から、スポーツ選手としての頭角を表し、ユース時代には、ノースライドから、ノーザン・スピリット FC の下部組織に在籍した。この頃のチームメイトには、ブレット・ホルマンがいる。2002年に、同クラブで、プロ選手となると、 ライドシティガンナーズを経て2004年にマンリー・ユナイテッド FC に加入した。2005年に A リーグのセントラルコーストマリナーズ FC に移籍。2006年11月12日にノエル・スペンサーがスタメン落ちするとキャプテンマークを巻いた。その後スペンサーが怪我で苦しんでいる間、首相としての役割を全うした。これによって2007から08シーズンから正式に 首相となった。彼が怪我によって欠場している間は、トニー・ビドマー、ジョン・ハッチンソンが代わりに首相となった。2011年3月17日には、中国の高祖春天に短期間のレンタル遺跡の運びとなった。その後セントラルコーストに復帰すると、合計200試合以上に出場し、後にハッチンソンによって更新されるまで同クラブの歴代。 最多出場記録を保持した。2012年7月18日には2年半の契約で K リーグの全北現代モータースに移籍。移籍金は45万ドルと報じられた。2016年2月にメルボルンシティ FC に移籍し、A リーグ復帰を果たした。ファイナルシリーズでメルボルンシティが敗れると、シドニー FC に移籍、セントラルコースト時代の監督であるグラハム・アーノルドと、 再開した。加入後は2シーズン連続でリーグのベストイレブンに選出される活躍を見せている。2003FIFA ワールドユース選手権にオーストラリア U-20 代表として出場経験がある。2006年8月には AFC アジアカップに向けてのクウェート戦で A 代表に初選出されたものの出場はならなかった。その後カタールのトレーニングの際の37人にも 選出された。結局、A 代表初出場となったのは2014年3月5日にロンドンのニューデンスタジアムで行われたエクアドルとの親善試合であった。その後 2014FIFA ワールドカップのメンバー入りし、初戦のチリ戦では相手のゴールをクリアした。この時、国際サッカー連盟の新たなゴールラインレビューシステムが初めて使用され、彼は 同システムの初使用選手となり、その結果彼のクリアが認められた。2015年3月30日のマケドニア共和国との親善試合では72分にミルジェ・ディナクが交代で退いたことによって、キャプテンマークを代表では初めて巻くこととなった。メルボルンレクタンデューラースタジアムで初めて得点を決めた選手である。 ありがとうございます。